さあいい音聞かせて、青七なんで5ゲームあります。いいの来い。やったー。お隣はシングギドラ出てきてる。あ、こいつは宇宙変異か。あ、隣宇宙変異か。さあ確定対決2個目ストック。やっともっくんが楽しそうで、いや本当に俺10番いて情けなくてさ、よかった楽しそうで何より。こっちカタンいるけどなんかしてそうにもないわ。カタンすぐ終わんだよな。カタン中になんか引けって言われてもな。そうそう、カタン上げるまでに引いてきたやつがカタンにいるんだから。そうなんよ。あ、もう一回しまった。わ、2回目は大変なんですよね。結構なんかレアクとか引いてんじゃないかな。さあこれ3個目の確定対決。あー、ノーマルブレザーよく行ったな。さあだけどこれで青7終了。ベルめっちゃ引いたな。23回引いた。めっちゃ引いてる。で確定対決2個ストックしたんであと3個あります。でボーナス5の10ゲームね。で混合目で入れるからこれで早めに、いやまあ天国も確定してるわけだから、合遊閣じゃなくてなんだっけ、もう一個上までステージ上げないと。高聴覚、高聴覚か。一撃ジャッジメント、そう一撃ジャッジメントだっけ。え、さきちゃんの山登りの格好かわいいおしゃれ。暴食変異引いた瞬間何も引かんのやめてもらっていいかな。チャンスベル、あ白か。お弁当に出る、ナイス。あ、勝った。対決全勝ち。さあベル、弁当ベル、もう一回リプレイ引けば当たり。20引けないか。さあボーナス確定の豪大地です。絶頂とか見たことないけどな。天国だからワンチャン出てくるとかないのかな。でちょっと見たことあります。うん、隣の人の台でしかない。え、あるんだ生で。すごいな。代行頼まれて断った。いやさすがに無理よね。さすがに重いって。いやそうだよね。ごめん。あ、これが男の運命の一時期より重いわ。いやそうよね。っていうかその人も絶対自分でやった方がいいし。そうそうそう、演出豪華。これが男の3連。対決次回国はない。番長すぎてきた。別長苦手だったからね。さあまだらあっち向いて多いです。はい、なんか引いてみろ。絶頂まで格上げてみろ。ベル2連。いやベル2回止まりか。はい、白ボタン番長ボーナス。オッケー。あ、また青だ。え、また、また青だ。え、すごい青出てくる。いやたまらん。よし、2連続青7。3回目の一撃少女ジャッジメント。もう先生手離すなよ。結構問題になるぞ今それやったら。そう、チャンスベル引いてんの。全部チャンスベル引いてんの先生。チャンスベル、ベル、ベル、やったー。さあ行きました。3回目にして合聴覚よし。お近く20ゲーム、いいよ。1ゲームからレア役、レア役での対決確率も上がってんだよね。でベルカウントが最低7になるんですが、下パネ消えたぞ。これ確定対決ってことですね。弁当からの対決取っててそれが確定対決だったってことじゃない。多分そうです。
この傍聴覚入ってから1回目の対決勝つのすごい大事なんよね。傍聴覚のゲーム数も乗っけるから。さあベル1回だけど多分勝ってます。はい、20ゲーム乗って傍聴覚プラス10ゲームで、この間にいい感じで郷大寺絡んだらな。いいよ、弱視類でも全然バトルいくから傍聴覚中。そういうこと。さあ2戦目のリオ、よーし、うまい。対決が上手きょ。さあ傍聴覚2勝目、うい。10番引いて3万3000使っていつものデブかって思ったら今日やるやん。ジャッカーどうだろう、赤だけどいったか。よし、さあ傍聴覚3勝目、これでラストが120ゲームぐらいあって、あと傍聴覚21ゲームめどいだ。チャンスメントどうなる、これなんかどうなる、どうです、普通か普通か。まあ、ただこれで10ゲーム傍聴覚延長。次チャンスベルならたまる。うわうわ。さあというわけで傍聴覚では乗せどんぐらいだろう、120ゲームぐらいかなと。今傍聴覚にいた時間がそのまま上乗せ分みたいな感じでしたね。 OK 遅れた。ここでなんなくてウェイト切れでなりましたね。オールベル、取れただけでも全然ありがたいけど、次こっちバーでいいからそっちに当たらない、行け。さあいつも通りだぞ、好きだね、好きね紫ね、ねこっちは好きじゃないんだけどね。エヴァって言ったらなんか紫の方が良さそうなのに初号機だから。お、エヴァブルスター、うん、わ超レア役、赤だったみたいなもんや。よしよし、これでゴジラと一緒や。そうよ、で普段役に立たないジャックシェリーをあそこで引けばいいのよ。日頃何の役にも立たないんだから。そう、あんま言うな怒るぞジャックシェリーがプンスカプンスカするぞ。出てこいよなあそこでな俺みたいなって見てきたから。日頃何の役にも立ってないんだからね。ただ口角上げてるだけじゃねえか。口角上がりゃいいけどさ、瞬きするだけやん大体ね。そんなに引くな G 役ここで。だけどさ6ゲーム目で成功したらその G 役好きになっちゃうでしょ、うん、好きになるありがとうってなる頑張れ、大丈夫よ、決めると。ダメでも俺が勝つから。分かった、今日は筑尾に任せる。 OK 筑尾って呼ぶなさあ7ゲームあります。はい、うわ音ない、うわい、ジーヤクイーター、好き好き、これ好きありがとう、よかったね、よかった。そこでジャックチェリー一気に名誉挽回できた。出てこい、ジャッケナビなし、はい、外れ50ね。役立たずなジャッケは一切出てこなかったよし、今日8回目の郷大寺、すごい郷大寺、
でさっきまで6連続成功してたのに、あの傍聴覚醒の5大事だけ負けたんですよ。うわー、やらかしてるな。ただ一番勝ちたいところなのに。そうなの。ただいい、俺には3000枚、一撃3000枚の目標がある。いけるよ、いける。頼む、勝っとけ。かー、やった、勝った。ナイス。8の7これで。よし、これであと100ゲームと確定対決4個で1000枚出せば3000枚いける。 OK。 なんか楽しいとこやらせてくれ、小島さん。今日は気候ね。だから気候って言うな。気候みたいで可愛い。ナビナスか。うん、リプレイだよね、そうだよね。うわ、止まってたんか。静かだなと思ったよな。あ、惜しかったね。惜しい。さあ今回ベル15回、チャンスベル5回、ケンディ揃わず。107ゲームです。というところでゲーム数使い切った。ここから確定対決4つ出てきます。1個ずつか。1個ずつですよ。そうね。なんで1個目で5来5来行とりあえずね、できます。いやーマジ大事よな、1個目マダラーイーストリー。頼む、チャンスブルとか引いてみろ。もうチャンスブルでもいい。先ほど滑りだ。いいよ、まず1個。さあチャンスブル引いた。いけ、頼む、お願い。1回じゃ無理かな。20はちょっとショック20はショック。いやーライザップやりてー。現実ではライズアップしてないんだからね。現実ではもうライズアップ一番行きたくないんだから。そうよ、非現実ぐらいライズアップさせたって。本当にスロットぐらいスマートに出させてくれ。そうや、サキちゃん。よし、ギジギいいよ。あ、ドッジボール、やった。さあかかっていい。よー、勝った。よし、嬉しい。絶頂来るかもしれない。あ、来なかったのか。さあ9回目のボーナス、ま、普通のボーナスですいや、いいのよこれで。うまいよ、もっくん。黒いのやめて。うわ、一本まずくば揃いました。調子引いたぞ、レギュラー中に。ゲーム数いっぱい乗ってくんねえかな。さあこれでレギュラー終了。合間に強制引いてます。黄色、緑、赤、レインボー。緑40、いいね。強制で30乗ってたかな。よし、さあマダライストリーでチャンス出る。待った、惜しいね。もうちょっと早かったら2連続赤だったんだけど。20、弱を。何これ、これ一瞬使ってんの。強弱だよってこと。さあ強チェリー、そういうことか。
うわ、またチャンスゾーン入った。どんだけ入んの。すごいね。すごい台だ。おお、惜しかった。行くぞ。ナイス。よし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 。いや、よかったね。本当によかったよ。保護者。うわ、2個目取れた。マジで。いい役していました。え、それで両方ダメでもスルー店長いかない？あ、もし4回の方だったら、いや、あと1回足んない。そうか、うん、うわ、熱いね、このやつ。バーチャー3のやつだ。確定対決取ってるかも。取るのか。さあ、ボーナス2つです。あー、マチコ、大大事マチコ。むしろこれで決めるんだ。岩尾とかじゃない？岩尾とかじゃない？さっきだ、回避止めるんだ、エヴァンゲリオン。よし、さあ10回目のボーナス、ナイス。なんでだ、さあレギュラー下パネ消えた。おお、レギュラーでもあるんだ、スパネ消えんの。ねえ、ないと思ってた。次回天国です。あ、スタパネ、ね、ギリギリで取れた。よかった。よし、ギリギリでせっかく取れたんだから、これ成功させるぞ。うわー、この違和感。ナビあった、ナビありの B、 あー、なるほどね、B です。おめでとう。うれしい。あとボーナス1個ある？あと1個あります。上乗せもしちゃってさ、上乗せしたいな。さあ、私2678枚で終了。もう1個ボーナスあります。で、しかも次回全国です。番長2の BGM とか流れないかな。流れた。楽しそうだな、もう。あ、ジャプテン引いた。お、出番ですよって言ってたら、あんだけ言われたらな、うん、もう行かないと。ジャプテンもさすがに10ゲーム乗っけてくれたよ、ありがとうな。まあ10ゲームじゃそんなもんよね、お礼はね。それが30とか乗ったら、おー、ジャプチェーってなるけど、10ゲームじゃありがとうなーぐらい。よし、こっからこじゃくてでもいいからね。なりなし、また外れか。外れた。あ、でも100だ。お、マジで。よし、結構やろ。超えちゃえ。外れてなかなか超えないよね。いや、でも100取れただけで嬉しい。十分です。やっと110ゲームスタートですね。投資は42万。まあ番長ボーナスぐらいかな。番長ボーナスぐらいか。まあまあまあいいか。さあ11回目、青こーい、スイカこーい、赤、スイカを引かせてくれ。スイカ、あ、スイカ、スイカ、こい、来てくれ。あー、ダメか。なんでここは入ってくんないんだ。こここそ入ってくれ。通常時ボコスかボコスか入るのに。さあ4つ中の1つ目の確定対決がこれで終わりで、これ2つ目いきます。おお、これどうだ、確定対決中の弁当だぞ。
さあ確定対決中に弁当ベルベル、これは強い、あるぞ、さあ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 50かお前ご来光だろう。ここで G 役、ここで G 役、黄色い蛇出てこい。865枚終了。100ゲームスタートだと結構それなりに出ますね。出るんですよね。今日はつくおの日、やはりつくおの日だ今日は、まあ、この間ね途中で恩返しって言いつつ水木さんのが出しちゃったから今日は頑張らんとと思って。ありがとうつくお。いいよ任しとき。やっぱ持つべきものはつくおだよあんまり持ってるやついないって乳首でだいぶ太ってる友達でしょ、うん、あんまいないってみんな。あ確かにそれこそ国宝級なのではフ3つ目の確定対決です。チャンスベル、え、絶頂ナビこれ何？え？あー、ライズアップ取ったんだ。男前ってこれそうよね。さあライズアップ取りました。3000枚突破してすぐ僕初ライズアップです。よーし初ライズアップ。本当にジムの方のライズアップより前にこっちのスロットでライズアップするとは思わなかった。これ終わらんぞこれ。よし、さあ確定ゴーダイズレベル2回カカカカカカモーン、ボーナス。当たらなでございます。12回目不応に任せて適当なとこまで打って、私は撤退っすね。さあ最後の確定対決です。いよいよこれを消化したら筑王のライトアップが始まるわけだ。そうよ楽しみでしょうがないわ。楽しみだね筑王。気づけば筑王になっていた気づけば楽しみすぎて筑王でいいやと思っているカメラの前で初めて打つ番長でライズアップまで行けたらもう満足。今日満足。すごいね粘りがすごいわ。残り数ゲームになったらすぐチャンスに強チェリー。すごいねモップの引きが。なんか引きようじゃん今日あついに乳首消えたじゃんかついについにね3500枚出したら乳首消してくれた引き用になったわ。筑王から今日引き用です。すごいな枚数、枚数の感想を先にするかも。すごいねマジ引き用だ。よし250引っかからなかったので、はい、あ、2組連しちゃった。3連しなきゃ。3連しちゃった。いやじゃあもうこれまで行こう。いや3連止まりで中途半端だな私目ははい引きおさんちょっと先にちょっと手止めて待ってますわ。 OK よろしくお願いします。まあまあまあ2人で多分勝ちでしょう。あと私447枚回収です。私今2000枚勝ってるよ。8だ8だよね8だすごいよ
キヨさんありがとう。大丈夫よ、もうちょっとプラス増やしとくからゆっくり休んどき。休んどきます。ありがとうございます。優しいね、キクオとかね、ヒキオとかね、適当なことばっか言ってるのに優しいね。早くグラバ行ったき。あ、邪魔。確かに邪魔、邪魔者扱いされてるこれ。あ、待って、今ちょうどライズアップやるわ今から。あ、ほんと？じゃあちょっと、はい、ヒキオさんのところ行こう。5ゲームだけ付き合ってくれる？ヒキオさんの後ろ行きますわ。 OK。 さあ、というわけで0ゲームになりまして、 あらあらあら5ゲームね、5ゲームでレア役引くか 1.2% 引いたら、教育的白入るらしい。行きます、初めてやります。頑張れもっくん。ちなみに私は3回やって全部失敗してるぞ。むずいよね、絶対むずいよね。めちゃ5ゲームでレア役マジで引けないから 10%、15% ぐらいだと思うんだよね。さあ、今日2回目の爽やか、爽やか、爽やか、本当だ、爽やかだ、それ今日初めて知った。頑張れライトアップ、オッケー。うっ、ここ有効？さすがに有効でしょ。ほら、やーば。引きようじゃん、ほんとに。1ゲームでいったわ、初めてやったんだよ。やば、やば、引きようだよ。やばい、これはやばいね。伊達に太い腕してない。素直に褒めてくれ、素直に。ほんとにすごいよね。いや、マジですごい。ほんとにすごいよね。ありがとう、もっくん。全然全然。やばっ、今こっからじゃない、そのなんだっけ、今まで行ったらエンブレムモードか長版かみたいなことよね。どこまで行くんだろう。ちょっと調べるわ。すごい、いろんな人がそこで何も引けずに終わってってるんだよ、すごいよ。愛の教育的指導中の抽選 40%、外れリプレイは 40% で継続、ベルレア役は継続確定らしい。なるほどな。で、岩尾でベル引いたら長番確定らしい。これ対決いつするんだろう、わからない、行ったことないから。あー、ここでか、よーし。いや、初めてやります。おー、初めて見ます私。ベル引いたら勝ち、ベル以外でも 40% で継続、岩尾でベルで長番長、簡単だと思うけどな、ここまで来たら。行ったね、引きます、長番引きます。うわー、頼むぞ。ふぅ、うまい、これでもうまずいいよね。うまい、うまい、うまい、オッケー、馬を、はい、馬をまず一人、馬を引きよ、引こう。やばが、やばい。でもカットイン入ってるよ。オーケー。あ、これで継続するかどうかよね。うんうん、よかった。よかったよかった。よしよしよし。ベル引け。ベル引け。オーケー。うまい、うまいよ。あと二人。いや、頼む。だあ、伸びない。レア役かもしれん。でも 40% だよ。あ、リプレイ、リプレイは 40% か。お願い、勝つは勝つよ、指導継続かどうか。いきます、 40%。 岩尾までいった、ベル引いたら長番です。いくわ。エンブレムモードも相当やばいよ、だって頼む。はい、ナビない、ボケ、何してんねん。ここはでも 40% ってこと？そう。あ、ベルかもしれん。あ、うわ、頼む、マジで。エンブレムって書いてあった？エンブレムって書いてあった。いやー、逃しちゃったことかな。そういうことよね。どうなんだろう、多分そうじゃない。青7プラス確定対決プラスエンブレムモードだって。エンブレムモードでも偉いよね。まあ、偉い、偉いけど、くー、惜しかった。いや、でも岩尾まで行ったのがすごいよ。いや、ベルだけだったのにな、あと。まあまあまあ、もうちょっと、もうちょっと出そうです。いや、もうだいぶ出るんじゃない。ドリーン、
はい、いや惜しかったね。いや惜しかった。評判見たかったけど見たことないから番長方で。じゃあもっくん待ってるね。はい、分回します。頑張ってね。頑張れちくお。オッケー、まんまい出すわ。さあ、というわけで青七は揃えられずでした。うわすごいね。あ、こんなことなんの。あ、こんなことなんの、エムレムモードって。ははは。うわ、めっちゃいいやん。うわー、ここ導入前の PV で15回ぐらい見たもん、今のやつ。かっけーかっけー。こんなことなんの。写真撮ろう。多分写真撮るタイミングはもう逃したけど、一番いいところで撮れなかったけど、まあまあまあいいかいいか。いやー、対決に行きやすくなって勝ちやすくなるらしいですね。で、順増とかは上がるのかな。 4.5 枚になるのかな。そうね、 4.5 枚の順増になります。対決の頻度と期待度がアップと。まあ、言っても56ゲームと確定対決一つ、これがその岩尾に、岩尾まで行った分の恩恵ですね、しかないんで、まあ、この間に対決いっぱい取って勝たなきゃダメよと。だけどこう強対決がいっぱい来たり、こう1回子役引いた分の勝利期待が多分上がるんだろうな。うん、OK。 だからここでご来光とかだったら相当強いと思うのよね。さあチェリーベルベル、30、やったー、今月プラススタートだ、めっちゃ嬉しい。こっからの5大事はより大事ですね。あとやっぱこのエンブレムってこの曲もいいし、この流れてるとよしやってやるぞってマジでなるね。うん、ダイトってやっぱ耳攻めすごいよね。おもろいわ。さあ規定ベル迎えてます。こういう対決一個一個大事よ。なぜかって純増 4.5 枚だから。さあチャッピーにも関係ない、倒す。期待度上がってるぞ。ギジウギナイス。イストリカまだ勝ってないっすね、多分まだ勝ってないっすね、多分。2発。そうよね、くー持ったね。4000枚突破。さあというわけであっという間にゲーム数の方を消化しまして、確定対決の分しか残ってません。じゃあどうするか。ここでありえんぐらいレア引いて50ゲームとか、そういうこと。ナイス。20ゲームっぽいな。あと20しかねえ、エムレムほど。助けてくれ、ゴーダージ。もう今日12回13回ボーナスいてるだろ。エンブレムモードで1回くれよ。あと7ゲーム、こっちのゲーム数111です。助けてくれ。さあこれでゲーム数終わりです。このゴーダージ負けたらこれで終わり。いやけど32溜まったから一応対決はあるか。頑張れよ、このゴーダージ絶対勝てよ。さあまだら、疑似遊戯来い。
よし、なんか引いてる。かあ、怖い、やばい。かあ、いやー無理かな。くー、俺今日高台寺で負けたの傍聴覚中とエイブレイフォード中だっけ。13、4回勝ってんのに何してんねん。これが正真正銘最後です。ふう、チャンス目引いた、こっちか。嬉しいけどな、嬉しいんだけどな。ご来光、でかい、十分十分、純増 4.5 だから225枚出るからね。なんだかんだやっぱ番長やるやん。いやー終わっちゃったね、4504枚。ただライズアップいきます、今日3回目の爽やか。だ結局この5ゲームでまた引けばいいんでしょ、任しといて。いきます、レア引かなくても 1.2 パール。かあ、うわー、バーが中断か、バーがどっか行くか。 1.2 パーか、むずない。よく引いたねさっき。うわー、第一選手だよな、やっぱラストです、引いてまい。うわー、さあというわけでこっからは、頂き頂一撃頂上ジャッジメントかなの抽選をしてくれてます。12ゲームかかりました、レア引くのに。これをあそこで引けるやな、ここでのレアが言ってくれるでしょう。さあ2発目、あ違うわ、ここで行ったんだね。はい、よし、傍聴覚は取った。 OKOKOK、 さあエンブレムボード終わっちゃいましたが傍聴覚ゲット。よし、これで普通の AT のゲーム数を50ゲーム持ってます。勝ってんじゃない、ナイス。まあ、初戦大事だから、本当に大事だから、そういうこと。はい、傍聴覚ちょっと下手だったね。残り70ゲームです、結局。さあというわけでいろいろ楽しかった番長ですが、まさかの今日の初当たりの AT がここまで伸びるとは。27だからまあ無理かな。はい、あ、行ったわ、最後の対決行ってくれましたね。これが最後の対決です、ゲーム数ゼロです。いやー、この1回ライズアップ入ってから全部今日あの弱対決、最後に1回ベルは引いた。いや、はい、というわけでこれで終わりかな。4751枚で終了でございます。十分待ったよ、待ってた、普通にチコって呼んでるやん。待ったよで嬉しかったのにさ、あみずきさん喜んでると思って、待ってた、待ってた、チクオで台無しよ、本当に。投資使いましたね、33,1518枚ですが、回収ドドンと4767枚、すごい、プラス3249枚ですね、素晴らしい。
さすが筑穂。いやいい、嬉しくない、嬉しくない。3000枚やるから筑穂って二度と言わないでくれ。頼む。やだ。うん、もうだからこれでその5000枚急出したのが、にゃんこ、あのさ、俺の話聞いてるか。眠いんか。ほんとずっと。学生の休み時間か。ちっくんって言ったな、今な。ちっくん勝ちました。もういいです、話とかどうでも。どうぞ、終始。あ、すいません、私、はい、こんなふざけてるんですけど、はい、投資の方が41本1886枚です。回収447枚で、はい、1439枚のマイナス1449枚。じゃあ2人でだいたい2000枚プラス。いや素晴らしい、ありがとうちっくん。いや全然全然いつか手出すと手出す、うん、じゃあちっくんが手出すって言ったらさ、なんかあれじゃんか。あ、まあまあいい、分かった分かった、何言っても俺が悪い、乳首立ってるだけだから許して。あの向こうのね、そのなんだっけ、シミ打ちのキャメラっけ、向こうなんだっけ、シミ打ちキャバクラ。どうしたどうした、なんて言ったの、シミ打ちのキャメラっけな。あ、シミ打ちのキャメラ、もう一個の方ね、なんか足綺麗な女の子とちょっと髪の毛少ない男の人打ってるやつ ね、 あね、シミ打ちの極み、うん、まあまあまあ、うん、そっちもね、こちら見ていただいて、うん、あとはね、こちらのカイドの極みもね、うん、ぜひ。こっちこそ趣味打ちの極みです。あ、もう知らん、もう閉めて、もう出したから閉めといて、もう知らん知らん知らん。私も好きな番組がいっぱい。チャンネル登録お願いします。